デクロスボディ、せっかく2つありますので、クロスシステム。リーボープレゼンツ勝手にデクロスコンデレ、ただいま開催中です。ということなので、今回はボディの塗装をしていきたいと思います。ボディの塗装に関しては基本的にスープラの時と一緒なので、まずはサーフェーサーと呼ばれる下地剤を塗っていきます。はい、そうしましたら今回やる塗装、マスキング塗装をやっていこうと思います。まずはボディ全体をホワイトに塗装。そう、ちょうどタミヤカラー切れちゃったからホームセンターで買ってきました。なんていうか質感が外壁っぽい。はい、ここまでで2色に分かれていたボディでしたが、一度1色にしまして、またマスキングをすることで2色に塗り分けたいと思います。それではテープを貼っていきましょう。今回塗り分けようと思っているポイントは、中央部分、ここはホワイトに残しておきます。それではマスキングテープを使って隠していきます。はい、そうしましたら塗り分ける境界線をボディの輪郭に合わせてしっかりなぞってあげて、デザインナイフでカットしていきます。さて、どうかな。はい、裏側もしっかりマスキングしていきます。それでは残りの部分をメタリックレッドで塗っていきます。ということで、マスキングテープ剥がしていきますと、はい、このように塗り分けることができました。いやー、よーく見ちゃうとところどころ失敗してるな。では最後、ボディの仕上げにステッカーを貼っていきます。はい、これでデクロスボディ完成です。では改めて、でもやりたいことはできたかも。それまでプラボディの塗装ってほとんどやってなかったから、これはまたどっかでリベンジしよう。はい、本日の動画以上となります。もしこの番組を気に入っていただけた方は、ぜひともグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。はい、以上、ミニ四駆マスターでした。